はい、こんばんは、竹下敦史です、大変気に入ってます、こちら、フェンダージャパンのスタートキャスターなんですが、弦をエリクサーに変えました。さすがにちょっと、弦の方がね、傷んできたんで、音の方はこんな感じになります。ちょっと聞いてみてください。だいぶ弾きやすくなりました。エリクサーって、こうフィンガーイーズをね、弦にこう塗布した時のスムーズさがやっぱり長時間持続する感じなんですよね。で、ギブソンも今エリクサー、30日間ね使ってエリクサーに変えたんですけど、やっぱりパッと持って弾きやすいですし、このフェンダーのストラトキャスターもね、すごく弾きやすいギターだなと思ったんですが、今日さすがにちょっと弦がもう無理だなと思ったんで、指板をね、ちょっとよりフラットにしました。ラウンドがついたのを、フラット気味にして、で、普段、最初に友人に設定してもらった弦高よりさらに弦高を上げました。で、弦高一旦下げてみたんですけど、どうもね、指が回んないんですよね、弦高低すぎたら、ね。僕にはやっぱり高い方が指が回るっていう表現は正しいのかどうか分かんないですけど、運指がスムーズに、運指って指の動きがスムーズに動くようです。もうこれは癖ですかね。もともとがこういうこういうガットギターっていうようなクラシックギターがもともと本職なんで、ガットギターは相当弦高高いんですよ。で、それに慣れちゃってると低い弦高だと確かに弾きやすいは弾きやすいんですけど、楽にね、こうポンポインポンポインって弾きやすいんですけど、音にならない音になっちゃうんです。ペシっていうね、ペチペチみたいな感じになっちゃうんで、高くてこっちの、僕は左手の押さえる力が結構強いんで、握力も強いんで、どうしても低いと音にならないんですよね、こうっていう時が。このニュアンス伝わりますよね、多分ギターやられてる方だと。で、ギターやられてない方だと、何に例えたらいいかな、ギターの音を出すっていうのは、ある意味こう指を物を落下させて物体が音を発するのと近いと考えてください。そうすると、例えば、ボールを高い位置から落とすのと低い位置から落とすのとだと、どちらの方が、音が出るボールだとします。音が出ると思いますか？やはり引力の関係で高い位置から落とした方がより弾んで跳ね返りも早いわけですよね。で、低いところ、極端な話1センチのところから落としたら弾まないじゃないですか。で、それを僕はボインボインボインっていう弾むのを利用して
ギターを弾いてる感覚なんですね。で、友人のとても上手なギタリストはその弾まないところをうまく利用してこうタカ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 って弾くんですけど、僕にはやっぱりそれができないですね。今回改めて、原稿を多分ストラトキャスターでこんなに上げてる人はいないんじゃないかなっていうぐらい上げてみたんですけど、その方があからさまに弾きやすかったです。弾きやすいっていうのは指の運びがね、指の運びが運びやすくなりました。で、音も音色的にも良くなりました。こんなにストラトでこういう上の方のこういうポロロン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 、ピアノで言ったらララララララみたいなのが、ストラトでこういう音が出たっていうの初めてですね。レスポールだとフレットっていうこの打ってあるね、指板に打ってあるこういう、ニッケルの棒なんですが、フレットが高いんである意味抑えやすいんですよ。こう押さえた時に棒に対して。ただこのストラトはね、フレットがちょっと小さいんですね、細いんです。なんでうまく押さえてあげないと音にならないんですよ。でミスタッチになっちゃうんですけど、今日で4日目か4日間弾いたんですが慣れました。で、あと自分なりに、相当指板は削って、平らにしました。ある意味ギブソンのレスポールに近いラウンド形状にしていました。で、やっぱりギターっていうのはね、話しかけてまたちょっとおかしな人だと思われちゃうかもしれないですけど、話しかけてね、どうしたら鳴ってくれるのかっていうのをね、お互い妥協点を見つけるっていうかね、相談して無理やりこうしたいっていうふうにギターの方に要求してもね、無理なもんは無理なんですよ。ギターさんもいや、それは無理っすよっていう、もう物理的に無理っす、もう精神的に無理っすよっていうね、いうのがあるんですよ。で、じゃあ俺これぐらいのところで頑張るから、ギターさんこれぐらいまでちょっと削らせてもらっていいかなっていう、こう話し合いをしながらね、いきなりはやめてくださいよってやっぱギターさんも言うわけですよ。そんなにいきなり削られたら表面乾いちゃうんでね、徐々にやってもらえますかってこうギターさんが言うわけです。と当然ギターさんには弾かしていただいてる立場ですから、ギタリストは弾いてやってるんじゃなくて弾かしていただいてるんです、ギターさんに。ここすごく重要なんですけど、ギターとギタリストだったらギターの方が偉いんですよ。だってギタリストってギターがないとギター弾けないもの。まずギターありきなんです。ギターさんにいかに音を出してもらうかを相談するわけですよね。で、ギターさんにお願いするわけです。はい。時にはギターさんが何でしょうね、拗ねたりするときはちょっとこうえって叱ったりもします。そうじゃないだろう。で、ちゃんと仲直りして、そんな風にね、ギターと付き合っていくと楽しい。結局ね、楽しくないと続けられないんで、ギターをただのね、はっきり言えばただの物体ですよ、ギターは。でもそう思って付き合うよりもギターさんに魂があって、これはもうもともとは生きてる木だったわけですから、生き物だったわけですから、植物とね対話してるんだと、
そういうふうに思って弾いた方が楽しいじゃないですか。ね。あの女の子がぬいぐるみ話しかけたりするのと一緒ですよ。あの男の子にとっての、 あのぬいぐるみみたいなもんですよ。あのさすがに抱いて寝たりは僕しないんですけど。なんかね、抱いて寝るギタリストさんとかいるらしいんですけど、僕はさすがに抱いては寝ないですけど、あの弾いてる時間はやっぱり長いです。はい、あのなので、そんなにうまくはないんですけど、ギターさんは好きです。はい、ということでね、あの今回少しあのこの、まだ名前はついてないんですけど、名前何にしようかな。よかったらちょっと名前つけてください。このストラトキャスターね、あのすごくあの歩み寄ってくれました。今回あのちょっと最初はね、やっぱりストラト弾くの無理っていうか、やっぱり難しいなと思ったんですけど、少し歩み寄ってくれましたね。本当にありがとうね。ありがとうね。で、細かいことなんですけど、僕この色が気に入ってるんです。ピックガードの。これ見えます?あの、真っ白じゃないんですよ。ちょっとグリーンなんです。これね、このストラト用意してくれた、友人のギタリストのね、本当に気遣いなのか、たまたまなのかわかんないですけど、僕あの結構緑色のものが好きなんですね、植物とかね。なんで僕この色のピックガードはね、見たことがないですね。僕がストラトに疎いだけなのかもしれないですけど、あのパッと見た時にね、すごい、うわー、すごく柔らかくて優しいね、いい色だなと思ったんですよ。あのこの白もね、本当の真っ白じゃなくて、あのちょっとクリームっぽいね、柔らかい感じの、あのストラトでとっても気に入ってます。はい、あの、せっかくギターさんと知り合ってギターを弾くようになったんであれば、あのギターさんに魂があると思って弾いた方が僕はあの楽しいと思います。人生は楽しい方がいいんで、楽しんだもの勝ちです。そんなわけでね、今回ご紹介したのは、フェンダーストラトキャスターに、やっぱりエレクサーの弦はいいねというお話でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time です。